皆さん、こんばんは、森江です。眠いです。今、10時、あれ、嘘ついた。嘘じゃない。10時59分でございます。今日皆さんに謝らなければいけないことがあってですね、そんな無理に今日動画投稿しなくてもいいよって言われると思うんですけど、今日の6時半に上げようと思っていた動画がですね、明日の6時半の公開になってしまいまして、あーって萎えてます。はい、萎えております。森よりすごくショック。はあ、いやー、もうやだ、もうなんか萎えだ、もうレブい日だ。明日、そうなんです。明日の最終告知を、ラジオなので、森ラジなのでね、あんまりさ、聞いてる人少ないと思うんですけども、明日の、午後3時から、午後3時から、夜の8時までですね、オリエンタルラジオの藤森慎吾さんが MC をする、ポップティーン夏の裏、夏じゃないポップティーン裏トーク5時間スペシャルに出させていただきます。はい、そうですね、なんか変な感じだけど、なんだろう、盛り上げいけるかなと不安が溜まっております。まあそんなこと言ってられないんですけどね、もう本番が目の前に来ているので、ちょっと生放送なので、原宿の、この間もね動画で言ったんですけど、原宿のあの竹下口の左、斜め左前で、本当に竹下真ん中、竹下通り真ん中だったら左側に多分人だかりができてる場所があるんです。あ、できてない日もあるんですけど、まあ、できてるんですね、大抵。それで、この間はね、なんか、3代目 JSOULBROTHERS さんたちとかがいて、すごかったんですよ。なんかそこのね、窓越しに見れるんですけど、無理やりそこに、ちょこんと、まあ、ズドンというか、ちょこんというか、いさせていただけることになりましたので、ご報告いたします。そうなんです。前回の動画がね、また今日もこれも遅いんだけど、前回の動画がすごく遅かったので、出すのがもうほんとキンキンのご連絡になってしまうんですけれども、ちゃんと今日、ラスト的に、なんか告知はしておきたかったので、明日ですね、むしろもう今日になっちゃうかな、これ出す頃には。8月10日15時から8時ですね、原宿にいる方よかったら遊びに来てください。森やりは一応ですね、5時から、まあ8時ぐらい、5時から7時かなぐらいまでいるので、本当にひょろっと見かけていただけたらと思います。窓越しだもんでね、なんか変な感じだと思うんだけど、帰り遭遇できたら全然盛り上がりって言ってくれれば、誰々ですよって言ってくれればわかるので、会ったことある方は。おばちゃんなので顔と名前一致しない時あるんですけど、名前言っていただければ絶対わかるので、そこは言ってくださいね、皆さん。いや、結構原宿での遭遇率高くて、なんか
そうね、今回みんなに会えるかなって思ったんだけども、ちょっと告知がね、ほんとキンキンになってしまって、それだけが悔いなんですけど、でも本番は悔い残さないように、まあ、ある意味なんかこう滑った滑らないとかそういう面で、まあ、芸人ではないんですけども、ちゃんとねバラドルやっていきたいんだったら、ちゃんとしようと思ってあのちゃんと爪痕引っかきぐらい、引っかき傷ぐらい残して来れたらなと思います。せっかくねいただいたお仕事なので、はい、あのそこでの発表もございますので、そこでのというか、まあ、私の動画で発表もしているんですけれども、そこでの発表もございますので、皆さんお見逃しなくぜひ見てください。はい、で今日のことを本当はね喋ろうと思ったんだけれども、もう本当に今日のその6時半に公開する今後の予定っていう、そのね予定動画が出せなかったことに本当にお詫びを申し上げたくてですね、でこんだけ長々と撮ってるんだけども、でも森ラジって結局ノンストップノン編集なので、このままはい YouTube に出したいと思いますYouTube って久々に言った気がするこのまま動画にね、はい、出したいと思います。ちょっとつらつら喋ってると長くなるので、もう余計ね6分でしょ、今もう長いので、もうそろそろ皆さんを解放したいと思います。ということで、もう本当に遅い更新すみません、とりあえずお詫びをしたかった、本当申し訳ないです。今毎日更新を目指してはいるんだけども、まあ、無理に毎日更新しようとは思ってないんですけど、今日の動画っていう、今日出そうと思ってた動画が今日出せなかったことに、私はもう本当にあーあーってなっちゃってて泣いちゃってたので、とりあえず森ラジでご報告とともにお詫びを申し上げました。本当にすいません、もうあー本当に泣いた、あーはい、もうなんかほらね、またつらつら長くなっちゃうから、じゃあ今日は皆さんおやすみなさいです。ぜひ明日来れたら、むしろ今日かな、わかんないんですけど、夏休みの方はぜひ遊びに来てください。生森やりに会ってがっかりするかしないかはあなた次第っていう感じなんですけども、ぜひ来てください。それでは森やりでした。おやすみなさい。